はいどうも B さんです。ドラゴンクエスト3もうね何も語るまいとね、 B さんも楽しみにしておりました。これをねやるの、じゃあとりあえず初めての、録画のプレイということで緊張しておりますが、早速冒険行きましょうか。懐かしいっすね、なんか懐かしいっすね、いいっすね。冒険の書を作りましょう。もうねこれプレステ4版なので、もうね昔のようにあの恐怖のセーブデータが消える音をね聞くことはないよね、ないはずです。ないので、まあ安心してね、もうクリアを目的で行きます。名前はね、まあ、B さんで行きますよ。 B さんで、これはカタカナにすっかな、迷うな、カタカナじゃなくていっか。男の子、 B さんは基本的には男の子でやっていく感じです。表示速度、まあいい、まあ3ぐらいでいくか。はい、全部大きい。いや、いいっすね。ちょっとねもう子供の頃にやったきりなんで、もう全然覚えてないです。あ、グラフィック綺麗になってんの、おい。あら、いいね、勇者感がすごい、もう勇者感がすごい出てるね。いいね、じゃあ進んでいきましょう。あー、いいな、なんかかすかに覚えてるような覚えてないような。B さん、 B さん、私の声が聞こえますね。はい、よーく聞こえますよ。私は全てを司る者、あなたはやがて真の勇者として私の前に現れることでしょう。しかしその前にこの私に教えてほしいのです、あなたがどういう人なのかを。あー、あったな、こういうの。さあ、私の質問に正直に答えるのです。用意はいいですか。はい、まずあなたの誠の名を教えてください。え、本名ですか。いや、それはちょっと、それはちょっとね、それはちょっと勘弁してもらっていいですかね。B さんが本名ですね、そういうことでお願いします。はい、生まれた月を教えてください。まあここら辺はいいか。12月の14日中心蔵の日です。はい、いて座でよろしいでございます。はい、では B さん、私はこれからいくつかの質問をします。難しく考えず素直な気持ちで答えてください。そうすれば私はあなたをさらに知ることになるでしょう。さあ始めましょう。あなたにとって人生とは退屈なものですか。イエス。洞窟を見つけるとつい入ってみたくなりますか。イエス。近くの高い宿より面倒でも遠くの安い宿に泊まりますか。ノー。よく夢を見る方ですか。イエス。誰かに追いかけられる夢を見ることがありますか。ないな。体を動かすのは好きですか。まあいろんな意味でね。はい。少しのことでもすぐにイライラしてしまう方ですか。ノー。どんな理由であれ一度交わした約束を破ってしまうのは許されないことと思いますか。いや、いいんじゃない。一つのことを始めると周りが見えなくなることがよくありますか。まあ結構集中すると周りが見えなくなるってことはありますね。
食事の時一番好きなものは最後まで残るように考えながら食べますか？何にも考えません。世の中には楽しいことよりも悲しいことの方が多いと思いますか？人それぞれ、人それぞれだと思うけども、国、その国々で、その国々によって違うと思うけども、楽しいことの、悲しいことの方が多いな。そうですか。これであなたのことが少しはわかりました。すいませんね、神々で。ではこれが最後の質問です。じいさん。ふわふわふわ。道に迷いなされたかな。西、つまり左の方じゃな。その方向に歩いて行けばこの森を抜けられるはずじゃ。ところでもし途中で岩があったらここまで押してきてくれんかの。きっと礼はするぞい。あれ、こんなんあったっけ。もう押してきてあげま、押しましょう。押してあげましょう。お年寄りは大事にしましょう。これ、おお、岩があったか。わしは嬉しいぞい。ほれ、お礼の10ゴールドじゃ。やっす。お前、この岩なんだかんだ軽く押したように見えるけども結構な重さよ、あんた。じいさん、 B さんは10ゴールドを手に入れた。割に合わない仕事をしたね。割？出口は西の方じゃぞ。そうですか。まさか？まさか？いや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 。これは永遠とやっていけばって感じだけどね。まあいいや、時間ももったいないですしね。私は全てを司るもの。今あなたがどういう人なのか分かったような気がします。 B さん、あなたはなかなか見えっ張り屋さんのようですね。分かります。特に女性の前では結構見え張ります。自分の理想はとても高くて、それ自体は悪いことではないのですが、現実とのギャップに悩んでませんか？そこまで高くはないな。いろんなことを他人と比べてしまうのもあなたの悪い癖です。そんな比べてないな。もう少しだけありのままの自分を受け入れるようにすればもっと楽しく暮らせるはずです。結構字を出して配信とかやってますけどね。と、これがあなたの性格です。はあ、さあそろそろ夜が明ける頃、あなたもこの眠りから目覚めることでしょう。私は全てを司るもの。もう何回言えばいいのそれ。いつの日にかあなたに会えることを楽しみに待っています。ああ、この目覚めの音楽いいね。それは B さんが16歳になる誕生日のことであった。起きなさい、起きなさい、私の可愛い B さんや。おはよう B さん、もう朝ですよ。今日はとても大切な日、 B さんが王様に旅立ちの許しをいただく日だったでしょ。この日のためにお前を勇敢な男の子に育て上げたつもりです。この扉の音、何かあるとき、もうあるときはこうやってびっくりマークで表示されるんだ。今回でここの PS4 版は、ほう。いろいろね、親切設計的なところが増えてるのかな。さあ、母さんについてらっしゃい。うん、母ちゃん、僕行くよ。
かしこの子は寝る時も剣を離さないね。ここからまっすぐ行くとアリア藩のお城です。王様にちゃんと挨拶するのですよ。さあ行ってらっしゃい。母ちゃん一緒に行こう。母ちゃん一緒に行こうぜ。はい、アリア藩のお城にようこそ。アリア藩のお城にようこそ。はい、行っか。もうどんどん行っちゃう。いや、その前に気になるんだな。こういうところ気になっちゃうんだな。もう早速泥棒しますけど。さっさと行こうとか言っときながらもう泥棒したくてしょうがない。あれなんかあったかな。あ、向こうか。もう泥棒したくてしょうがないんですよ。あー、なんか、あ、なんかおったな。なんかこんな、なんか、なんか、何この中庭っていうのかな、なんていうのかな、なんかいた気がした。なんとなくいた気がする。あ、小さなメダル来ましたね。メダルも集めなきゃだよね。そう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 、ドラクエといえばこのメダルですよね。外は危ないからってお城から出してもらえないの。これって魔王のせいよね。もういや、こんな毎日。この前だってこっそり抜け出そうとしたらお父様に見つかっちゃって。意外とお父様って抜け目がないのよね。はあ、ステータスのとこに勇者のBさんの姿が。ほう、面白い。勇者見えっぱり、やかましいわ。男は常に見えを張るもんだ。私は勇者ウルテガに憧れて城の兵士に志願しました。それなのに勇者オルテガは戦いのせい帰らぬ人に。しかしあのオルテガ様が簡単に死んでしまうとはとどうしても思えません。きっとどこかで生きているような、そんな気がしてならないのです。お前がそう思うんだったらそうなんだろうな、うん、うわ懐かしいな、あの変態。懐かしい。すいませんね、ちょっといろいろ横道行って寄り道して申し訳ないです。早速ね、王様に会いに行きましょうね。もう泥棒はよ、あ、こっちじゃない。泥棒はね、もう良くないですと言ってもね、このドラクエシリーズはね、もう泥棒がメインですからね。泥棒がもう主な仕事みたいなね。はいはいはい、はい王様。よきぞ来た、勇敢たるオルテカの息子ビンさんよ。すでに母から聞いておろう。そなたの父オルテカは戦いの末火山に落ちて亡くなってしまった。しかしその父の後を継ぎ旅に出たいというそなたの願い、しかと聞き遂げたぞ。そなたならきっと父の意志を継ぎ世界を平和に導いてくれるであろう。敵は魔王バラムズじゃ。世界のほとんどの人々は未だ魔王バラムズの名前すら知らぬ。だがこのままではやがて世界は魔王バラムズの手に。それだけは何としても食い止めねばならぬ。 B さんよ、魔王バラムズを倒してまいれ。しかし一人ではそなたの父オルテカの不運を再びたどるやもしれぬ。町の酒場で仲間を見つけ、これで仲間たちの装備を整えるがよかろう。 B さんは50ゴールドと武器防具を受け取り袋に入れました。ではまた会おう B さんよ。一人旅は危険すぎる。町の西のあずれにあるルイーダの酒場で仲間を見つけるがよろしかろう。はい、
はい。じゃあルイダさんのとこ行きますかね。あれ西って言ったっけ、聞いてない話を、話をね聞いてるようで全く聞いてないっていう。こっちか、あここだね。あ銀行ね。はい、旅はまあいいや。ここはルイダのお店。旅人たちが仲間を求めて集まる出会いと別れの酒場よ。何を望みかしら。仲間を呼び出す。じゃあネルソンさん、あとエルシトさん、あベティか、ベティさんでエルシトを最後に。お前は誰、連れて行くなら戦士、僧侶、魔法使いの3人がいいぜ。今ルイダにいる以外の仲間が欲しけりゃ2階の登録所で探してもらうんだな、ヒック。あこんなあったっけ、覚えてねえや。ここは冒険者たちの登録所、あなたが仲間にしたい人を探し出し冒険者の名簿に登録して差し上げましょう。名簿に登録しておけばルイダの酒場でその人を呼び出すことができますよ。新しい人を名簿に登録しますか。はい、どんな人をご希望ですか。まずは名前を教えてください。いや後でやっとこ、あ、オッケーとね、とりあえず街出て、わお、あこういうんね。はい、じゃあちょっとね動画もそろそろ切りたいと思うんだよ。こやつらを戦っ、こいつらをね倒したら、一旦切ります。いやー綺麗になったね、見やすくなってんな本当に。はい、おめでとう。はい、ということでドラゴンクエスト3パート1ここで一旦切りたいと思います。はい、それじゃまた皆さんよろしくお願いします。パート2の方もよろしくお願いします。あばよ。